皆さんこんにちは。 JRP テレビジョンです。で今回のテーマは昨日安倍元首相が殺害されたということ でまだその真相が解明されてないんですけれども、改造した銃を使ってやったということで、いわゆる、プロ集団の犯行ではないんじゃないかということが、言われていたと思うんですね。で歴史を、振り返ってみると、日本でこの、総理クラスの人が殺害されるっていうことは、もう今まで昔の戦争の時にはあったとしても、戦後岸首相が務めてから全くなかったわけですよ。でそれで一応元首相であったとしても SP がつくので、ちゃんとしたその警察官が防護に当たっていても殺されてしまったと。でそれで一応なんかネット上で見ると、改造銃だから趣味的にやったというふうに語っているユーチューバーが多かったんですよ。どんなことが語られてるかなと思って。でそれで、ホリエモンとかも政治のプロではないので、その彼もなんかネットでいろいろ安倍さんって、総理までやる人になると悪口いっぱい叩かれるから、そういうところで恨みを募らせていって、熱くなってやったんじゃないかとかね、可能性があるみたいな言い方をしてるんですけど、私多分その銃を改造してやるっていうレベルになるとかなりの本気度なんで、ネットで炎上してやりますよっていうレベルだったら、普通はやりやすい人をターゲットにするわけですよ。まず腹が立ったっていうので弱い女性を狙うとか、ぼーっとして歩いてるおばさん狙うとか、なんていうか自分がやって勝てそうもない相手を狙うってことはまずないわけですよ。だけどその安倍さんってSP がついてる、演説で、その演説っていうのもその日そこに行ってるっていう情報が入らなければわからないわけで、たまたま歩いてる人ではないですから、安倍さんっていうのは。だから多分それは狙ってその改造銃を作ると。でも改造銃が性能を発揮するかどうかって普通わからないわけですよ。自分で作ってるから、市販のものだったら売る側がこれの商品は絶対ちゃんと打てますよっていう保証があるんですけど、改造して作ると自分が趣味でやってるから、普通そんな成功率が高いとは思わないわけですよ。だから私は多分事件を見ていった時に、改造銃であそこまでしっかりとターゲットを狙えるっていうのは、ただの趣味的な人ではないんじゃないかというのをまず思ったわけですよ。だから私自分がそういう集団にいた経験があるから、なんかその生実家半端ない意識でできることと、それなりに知識を集めて本気でやるぞというね、緊張感と努力のもとにやるんだったら、難しい相手って言ったら緊張するわけですよ。失敗して捕まっちゃったら意味ないですからね。だから何ていうか少年 A の榊原の事件だったら弱いものだから割とやりやすいにしても、なんか今回の事件っていうのは警察の人たちがいるっていう状況と、聴衆がみんな見てると、でそこでみんな見てる中でどういう瞬間のタイミングでそれを出して撃つかっていうことをね、かなり自信がないとできない行為じゃないかというふうに私はちょっと思ったので、それなりのやっぱり殺意があって、それなりの知識があると。で知識っていうのはこういうふうに改造銃を作るときに火薬の量をどのぐらい入れていって、でどのぐらいの距離でどのぐらいの、致命傷を負わすことができるのかとか、一定の知識と実演とかをある程度、動物にしたのか何かわからないけれど、あるいはしてなくってもそれをしてきた人の知識があるか、このどちらかでないと簡単にはできない行為だなというふうにすごく思ったわけですよ。で、それで多分何かしらの団体かなって最初はね、私ちらっと思ったのが、工藤会っていうのがちょっと最初は浮かんだんですよ。だから工藤会って安倍さんのところの事務所に車3台を燃やして、でそれで
火炎瓶投げつけていったっていうことがあるので、結構安倍さんってそこの、構想においてもいろいろやられてて、でその安倍政権の時だったかな、工藤会のトップが死刑判決受けてたりとかっていうのがあるから、そっちのラインかなとかちょっと思ったりもしたんだけども、今回のそのラインはそのプロの犯行じゃなくってということを考えていった時に、ここで結構お話をしている和田弁護士さんが、情報をくれて、弁護士の人から情報のリークがあったということ でそれは飯塚君っていうネット上では有名な軍団があるわけですよ。でそれはどういう軍団かっていうと、オウムの、残党を名乗ってて、でその今オウム の後継者っていうと、アレフと光の輪っていう、この2つなんだと思うんですけど、私、女優さんも知ってるし、アレフの方にも顔出していったことはあって、それ本書く過程でいろいろ取材したいので顔出していったんですけど、女優はいろいろ知ってはいると思うんですけど、軍事には関わって いないと思うんですよ。ちょっと違うところでいろいろ彼は情報を知ってるはずなんですけど、でこっち のアレフの方はどちらかっていうと飢えが抜けちゃってあまり知らない人たちの真面目な人たちが作っている団体じゃないかなというふうに思って、強固な、麻原商工の信者で軍事とはやっぱり関係ないんですよ。で私がオウムを見た中で真相を知っている人はみんな死刑になって亡くなってしまったんで、そのオウム事件の、起こっていった背景ということを語れる人っていうのはそんなにいないのかっていうふうに思ったんですけど、このオウムっていうのは目立つところでアレフと光の輪があるんですけれど、それぞれバラバラになっていく過程で巨大な組織だったんで、細々と小さなコミュニティ作っていってるっていうのは、ちょっと知ってたわけですよ。そういう人にも会ったりしてますので、で、だけど軍事におけるその専門の人っていうのは、右翼では知ってるんですけど、それしかないのかなっていうふうに思っていたら、この飯塚軍団っていうのが名乗りを上げていて、でもオウム事件の後にこれといったそういう軍事的な戦闘がないので、それは真実かどうかっていうのはまだ確かめていないので、ガセネタかもしれないしということも含めてちょっと考察をしていきたいんですね。でまず今回改造した散弾銃を使ったと。で捕まった犯人が言ってるのは宗教上の自由で許せない宗教をしていたからやったと。ただ政治上の自由じゃないっていうことを言ってるわけですね。でこのじゃあ安倍さんとはどういう人かっていうと、この番組でも語ってきたかなと思うんですけれども、もともとそのオウム真理教にを作っていったんですけど、その前には、統一教会がやろうとしてロシアに進出を考えてたと。でところが、やっぱり統一教会はやめて新しい集団の方がいいということでオウム真理教が作られていって、でそこの組織の中に、そういう統一教会関係の人たちとかが流れていって、巨大な組織になっていったという背景があるんですね。で私は月刊タイムでもちょっと書いたことあるんですけれど、これの事件と安倍さんと関係があるんじゃないかというふうにちょっと読んでたところがあるんですよ。というのは、安倍さんが直接どうのこうのじゃないんですけど、その統一教会が関わっているんじゃないかというその背景に、統一教会を日本で発展させていったのは岸さんなんで、その岸さんの孫に値するわけですから、そういう流れの中でそういう政治の仕事だけじゃなくって裏稼業も引き受けて安倍さんはやってきたんじゃないかというふうに思ってるんですよ。でそれで刺殺されたその村井さんが神戸製鋼にいて、スカウトされた、物理学の能力があった人なんで、と思うんですけれど、その時に神戸製鋼で顧問やっていうかになってこう仕事に来てたのが安倍さんなんですよ。
なので接点があったっていうことと統一教会が関わろうとしてるから何かしら の役割があったんじゃないかというふうに見る人たちは見てるわけですよ、安倍さんとの関わりを、はい、でただまあここはその私安倍さんから聞いたわけでもないし裏を取ってるわけでもないからどこまで整合性があるかどうかわからないけれど、ただはっきり言えることはオウムが学生組織と浅田商工だけだったらサリンプラントは絶対作れないということは普通の常識があって仕事をちゃんとやって仕事っていうのがどのぐらい熟練するのに時間を要するかとか知ってる人間だったら普通にこの団体が素の力ではできないってことぐらいわかるからバックアップする勢力があって、でそれがもう巨大な組織であって、でだからこそ浅田商工みたいな大学も出てないような人が一流のエリートが集まっていてダライ・ラマという普通の人が会えないような人物にもあって、でそれでいろんな海外を、カッポして、でそれでいろんなことをして成し遂げていって、島田博美さんとかもこんな短時間でこんなに強大になった組織は見たことがないって思うぐらいの急速な増え方をしてたわけですよ。だからそれはいろんな力添えを、オウムにも一心にこう、背負わしていったっていうことがあるわけですよね。だからその流れで安倍さんっていうのは単純な人ではなくって宗教上の理由っていうとそういうことに絡んで何かがあったんじゃないかなというふうに踏んでたんですよ。だからこのリークの真相は飯塚軍がやったということなんですけれども、飯塚軍の一派でこのその飯塚軍というのはその後進教という宗教団体があって、でそれは名前を変えただけなのかもしれなくって、つながりがもしかしたら統一教会とあるのかそこはまだ探ってないですけれど、少なくともそこによって巨大なその勢力が縮小されていったっていうことがあって恨みに思ってるっていう、理由は宗教上の理由っていうのはそこにあるわけですよ、飯塚軍であるとすると。でその飯塚君がその、オウムの残党を名乗っているということで、もしこれが統一教会に関連する、組織であったとするならば死刑にしちゃったのにまだ残党がいるのは許せないと、要するに絶対情報を拡散させたくないというふうに思うと潰したい対象かもしれないというふうに思うわけですよ。でだから一つの可能性とするとこの飯塚君が関与してるかもしれないっていうことは嘘だとふざけんなみたいに一言では言えない根拠が私はあるんじゃないかなと。なるほど、どうでしょうか。それは和田先人か、そうですね、先人マシアムだからちょうどクレームが入るんで、和田先人弁護士が、やっぱり弁護士仲間から聞いて、その飯塚軍というものが絡んでいると、で飯塚軍の過去はオウムであると、いうことからすれば十分成り立つ論理だと思うんです、成り立つ論理だけども、確証が、我が知識がないから、断定はできない。そうですね。しかし私はこの犯行は、このいわゆるテロは、いかなる理由であろうとも、多くの日本人が共感する、価値のある、評価できる、いわゆる行為である。だから山上、達也という人物が、その理由がいかなるものであっても、やった行為によって、日本はこれから良くなる方向へ向かうのではないかと。やはりこういう連中ばかりがのさばっているがために、日本のやっぱ国の国力は非常に今、低下してしまった。やはり政治のやっぱり
画伝飲水やるハリハレブコリコレク私利私欲がその多くの貧乏人を作り出して非正規社員になった人々全員が安倍を恨んでいるよ。この安倍のミクスによる格差の増大によって低賃金で物価高でそしてコロナでもう自殺している人がものすごくおるわけですから、そのプラス安倍個人のいろいろなスキャンダルの中で財務省の赤木という人が首吊り自殺をして抗議している。まあこの今の山上がこれらの安倍の犯罪事実に対するテロなのか、それ以外の宗教上の団体に対する何らかの報復でやったことなのか、これは僕は今わからないけど、どちらにしてもやったことは日本の国益につながる、よくやったと私はそれを称賛しているわけ。多分この赤木さんのこともそのリークの中に含まれてるんですよ。だから多分その飯塚君のことは急に知ったんで、今日知ったんで、私も調べきれてないんで、とりあえず第一弾としてここはもうちょっと詳しく調べて第二弾で語りますけれど、どこまでその、赤木さんの件も含めて真相解明しようとしていくといろいろつながっていくと思うんですよ。だからそのことで赤木さんも亡くなってしまったし、オウムの人たちも関わることによって死刑判決受けたり、あるいはサリン事件で亡くなったり、いろんな人が亡くなってるわけですよね。でそのオウムは私もちょっと関わったことあるんで、結構人にも殺してない人が死刑になってるんで、普通だったら初犯とか人殺し今まで殺してませんよとかで、人にも殺してないのにで共同共謀っていうんだったらもうちょっと範囲広げてもいいのに、何か恣意的に選んで殺してるんじゃないかっていうこの死刑も私見てて思ってしまうわけですよ。なるほど。そうだから多分今回のこの安倍さんにまつわる事件っていうのは多分表では家計森友みたいなところにしかこう市民の目ってのはいかないんだけど、隠してる部分のすごい深い真相が関わっているんじゃないかなというふうにちょっと思うんですよね。はい、ということで、今後もまたこれ第2弾というふうにこう続けていきたいと思います。皆さんありがとうございました。